クソが、あのクソ野郎、兵士団の責任だの吠えてたやつが対人格闘の訓練、俺手加減してやってたのかよ。あの時二人の首を跳ね落としていれば最大のチャンス、私ならできたはず。なぜ次はない、次はもうない。お前は本当に優秀な奴だ。でも冷静に対局を見て自分より仲間のことを一番に考える奴だ。俺たちはガキで何一つ知らなかったんだよ。お前みたいに強くなれたらいいなと思って